こんにちは、みりんです。今回は100均の商品を使って、ステンドグラス風ウォールランプを作ります。幅の広いマスキングテープを内側から貼ります。粘着側がこちらを向く感じ、三角形の面をすべてカバーします。一面を覆いました。マスキングテープの上にクリアのレジン液を塗っていきます。気泡が入っても逆に雰囲気が出ていい感じ。UV ライトで固めます。固まりました。マスキングテープを剥がします。粘着面がひっつくためか、いい感じのすりガラス風になります。さて、これを他の面もやっていきます。この貼り方の方が継ぎ目が少ない。継ぎ目はしっかり圧着することが大事。レジンを塗って、固めます。いい調子。台形の下の段には、コルクの底面に差し込むようにして、マステを貼ります。同じようにレジンを塗って、硬化。すべての面にこの作業をしました。一面だけ開けておきます。このままでも映える。花の絵を描きます。椿のつもり。内側に入れて、マステで留めておきます。ブラックのジェルネイルを使います。線を描いていきます。ダイソー、セリアのブラックや、レジン系のものも試しましたが、キャンドゥのブラックネイル一択です。濃厚でもったりしたテクスチャが唯一無二。すぐ筆から液が切れるので、こまめに液をつけます。レジン同様、これも UV ライトで硬化させます。あとは下絵なしで、木の赴くままに描いていきます。線の修正には綿棒が便利、線ごとなかったことにできます。線を描きました。ダイソーのリッチカラーシリーズのレジンで着彩していきます。まずは赤から。色付きレジンでは濃い方だと思うのですが、一度塗りだと薄い。一度固めてから二度塗り、さらに三度塗りして、いい感じの発色になりました。黄色は結構濃いので、一度塗りでいけました。マットなホワイトのネイルを使ってみます。引き締まった感じする。葉っぱを緑で塗っていきます。こちらも一度塗りで十分発色します。色塗りを終えたら、キャンドルライトを入れます。ゆらゆら揺れるの面白い。開けていたところから入れます。ブラケットに吊るしたら、完成。ガラス感と表面のデコボコ感がどことなくアンティークな雰囲気を演出してくれます。明るいところでは色が綺麗に見えて可愛らしい雰囲気、ぜひ癒しの空間に取り入れてみてください。みりんでした。